きチャンネルジョン、こんにちは。さあ今日はですね、はい、投手編最後のタイトル奪三振編です。はい、はい、過去ね、育成力があるのかっていう、そう、育成力そして編成能力があるのかっていうね、ところで、たまに力あるピッチャーどんだけいるんや問題っていうね、うんうんうん、ところで、はい、パリーグから、はい、近年でいうとね、うん、まあ、オリックスはね、まあ、昨年山本、うん、205でソフトバンクはもう千賀220、ね、2020年149で楽天則本、はい、2018年、結構何年も連続でやってましたからね。そうそうそう、うん、日本ハム、はい、ダルビッシュ、あ、2011年、はい、で、ロッテ、イラブさん1995年、どん昔、大昔、大昔です1995年、下手したらまだあのピンクのユニフォームだったんじゃん、わからんけど。28年前とかですね。でも取った数はすごいよ、239だ。あ、本当だ、すごい、うん、でももう約、うん、約30年前よ、うん、で西武松坂2005年、西武も若干いないね、ちょっと前ですね、三振取るピッチャーが、うん、確かになんかパワー系あんまりいないイメージですね、うん、だから松坂以降だったら、うん、だからもしあったとしたら涌井騎士、あ、まあそうですね、あったとしたらね、たとしたら、うん、でまあ最近だったら高橋光成、はい、もし狙っていくとしたらね、うんうん、でもちょっといない。そうです、でも ロッテがやばい、2000年以降だから。ロッテはもう最多勝も奪三振もいないけども、はい、佐々木朗希がいるから。そうですね未来に向かってはそう、佐々木朗希が来る、うん、もうあの1年間ちゃんと投げれさえすれば、はい、佐々木朗希がチャンスあるから。これもね、伊良部さん以来の奪三振は、はい、まあまあ、うん、多分消えると思うけども、佐々木朗希がもし仮に怪我したら、あのもうまたもうほんと30年以上、うん、佐々木朗希以外のピッチャーで三振バンバン取れるやつなんていないから。でも早ければもう今年取れるかもしれないですよね、まあ、可能性的にはね、うん、なくはないですね、うん、でもまあライバルいるからね、山本、則本、はい、だからやっぱり200個は取んないときついね、うん、このね、千賀の149はこのオリンピックの時の、あのコロナって試合数少なかった時だから、これはまあこの数が少ないのは参考にならないけども、まあ千賀はねメジャー移籍したけども、則本、山本だから200個は取んなきゃいけないからね、はい、だからそう考えると、まあ1年間ローテーションに入っていかないとなかなか取れないから。だって約20試合投げても1試合10個取んなきゃいけないから、もし25試合投げたとしたら1試合8個取んなきゃいけないから、うん、あ、25試合投げたとしてもね。ということはやっぱりその200個で考えると、1年間ローテーションを守って長いイニング投げていかなきゃいけないから、うん、佐々木朗希はそこが鍵だね、はい、ローテーション守れたらなんかもういけそうな気がしますよね。でも100球で6回とかで変わってたら6回に必ず10個取っていかなきゃいけないから。あ、そうか、6回で10個か。それを1年間毎週続けるのは、うん、多分ハードだから。そうですね、球数制限の解除もいるし、うん、ローテーションも守らなきゃいけないし、1年間投げてやっぱり25試合ぐらいは投げるから、その25試合を投げれる体力があるのかにもよるからね、うん、だからまあチャンスはあるけどね、はい、ちょっといなさすぎるね、うん、まあそれはいないもん、三振取れるピッチャーはそんなにいなかったもん、俺が現役の時も。あ、そうひろゆきぐらいだもん、そんな三振バンバン取れるピッチャ ー、 うーん、まあ、奪三振で言えばパリーグね、はい、2000年以降で言えば、まあ、去年からだったらね、山本、うん、3連覇、はい、千賀、則本、5連覇、はい、で金子千尋、マー君、ダルビッシュ、杉内、ダルビッシュ、斎藤和美、松坂、荒垣、松坂、パウエル、松坂、工藤さん、西口さん、工藤さん、イラブさん、野茂さん、うん、野茂さん、阿波野さんだからね。あ、でも奪三振で結構もう取る人決まってますね。うん、だってもう牙城、だってもうそいつが元気だったらもうそいつだもんね、うん、崩すの難しいよね。だからこのダルビッシュとかも結局メジャー行ったから多分っていうところもあるんだよね、うん、で、ま、で杉内とかはあのジャイアンツに行くからね。あー、そっか、うん、でまあ、松坂とかもメジャーでしょ、うん、で斎藤和美はまあ怪我じゃんね、はい、でマー君もメジャーじゃんね、うん、で金子千尋で則本現れてね、はい、で千賀、山本みたいな、うん、だから来年をね、山本が4連覇に向けてたね、はい、これは。でセ・リーグ、はい、去年戸郷154で、その前2021年中日柳168、うん、で阪神は藤浪2015年、ああ
221、で広島マイケン2011年、192、 DeNA 番長177個、2005年、ヤクルト石井和久さん2000年、210個。そうなんだ。やっぱり全体的に DeNA が番長頼みで終わったらもう番長で終わった。もうあの防御率も2005年の番長以来だし、だから番長はこの年に防御率と奪三振のダブルタイトルだね。あ、そうですね、本当だ。で最多勝は1993年の野村弘樹さん以来ないし、うん、最高勝率に至っても番長の1997年以来ないから。 DeNA ちょっとピッチャーいなさすぎ問題だね、タイトルで考えると、ね、タイトル取ってないですね、まあ、最近も怪我しまくるからね、うん、ずっと何年も怪我しないで活躍してるピッチャーって DeNA ほぼほぼいないもんね、うん、今方がだってやっと来年、去年ね戻ってきた感じですもんね、うん、だからもう奪三振も今永やな、もう今永にかけるしかないね。で1位が戸郷投手で、うん、その下ですか、中日の小笠原投手が142、うん、でその3位が中日の高橋宏斗投手。あ、高橋宏斗取るな、そうですね、うん、今年、うん、ローテーション守ったら来そうですね、うん、あとヤクルトも三振取れるピッチャーいねえからな、うん、ヤクルトは1位が高橋奎二の113が新内ではだから高橋奎二が一番チャンスあるよね。あいつすぐどっか痛いとかって言って投げなくなるから、あの登板数が少なすぎるんだよね、うんうん、だから投げれたら1年間ね、うんうん、チャンスあるよね。だってヤクルトも2000年以降いないからね、まあ、それだって2000年以降も、まあ、石川でしょ、あと立山とか基本打たして取るピッチャーだから、そんなバタバタ三振取るタイプのピッチャーがそんないないもんね。まあ、小川とかもそうだし、あとはまあその数が少なくなるのはやっぱ打席で変えられちゃうから、あ、まあ、そっか、そこが登板イニング数が少なくなるから、うん、三振の数がパ・リーグよりも下がるのはまあ仕方ないんだよね。そうですね、そっかそっか、変えられちゃうから、ピッチャーがいるから三振の数増えるけども、うん、投げる回数が少なくなるからね、うん、だからその数はパ・リーグと特に奪三振に対しては比較できないけども、うん、だからヤクルトはもう高橋奎二しかいないな、取れるとしたら。あ、今後、まあ、今後というか、まあ、今年で考えると、うん、さっきパ・リーグでも言ったようにロッテなんて本当誰どこが一番多いんだろうな、まあ、同じ選手が多いっていうのもあるけども、セ・リーグは戸郷、柳、大野、山口、菅野、マイコラス、菅野、藤波、メッセンジャー、ノーミス、杉内、マイケン、ルイス、内海、井川、川上憲伸さん、三浦さん、門倉さん、井川、上原さん、野口さん、石井和久さん、上原さん、山本真須さん、斉藤隆さん、斉藤正樹さん、桑田真澄さん、今中さん、中田さん、川口さん。だから中日巨人が多いイメージですかね、うん、でも横浜も番長と門倉さんとか同率で取ったりもしてるし、でも広島もルイス、マイケン、阪神、藤浪、メッセンジャー、井川、中日、野口さん、ヤクルトはもう石井一久さん以外誰も取ってないからね、まあ、だからって言って勝ち負けにそんなめちゃくちゃ直結するわけじゃないけど、うんうん、でも技巧派でも山本真さん取ってるしね、奪三振ね、あ、確かに、タイトル、そんな全員が全員剛腕タイプばっかりじゃないしね、うん、番長とかもそうだしね、川上憲伸さんとかもそんな剛腕タイプでもないしね、杉内とか両リーグで奪三振を取ってる、すごい。セリーグは比較的一強がないね、うん、まばらに取れるね、連覇するのなかなか難しそうだもんね、うん、パリーグは結構ずっと一緒だけどね、はい、続きますよね、うん、だって2014年以降3人しか取ってないのに、うん、あのセリーグは2013年以降 1,2,3,4,5,6,7,8 人も取ってるから、うん、そう考えるとセリーグチャンスあるね、うん、今永とかも含めてね。でもまあこれはもうでも編成だもんね、やっぱそのね、球速くての方がやっぱ三振取りやすいしね、あとやっぱ長いイニング投げれなきゃいけないからね、まあ、セ・リーグはちょっとピッチャーの打席の兼ね合いあるけども、でもまあ一つ言えるのは DeNA とヤクルトとロッテは頑張ろう確かにピッチャータイトルが少ないですね、少なすぎる、うん、だからまあね、防御率最多勝奪三振で言ってもやっぱ DeNA はほぼほぼ番長頼みで終わってるから、ね、うん、そっから
タイトルだけで言うと誰も出てきてないし、うん、ヤクルトもあの防御率 も石川だ、石川以来出てないしね、うん、で一久さんだし、じゃもう2013年だからもう10年前だからね、うん、そうか、それも10年前か、だからピッチャー頑張れたらヤクルトもね完璧になってくる、うんうん、であとパリーグはもうロッテ頑張ろう、はい、いなさすぎる、あとは結構西武も、西武ももうそろそろタイトル欲しいけどね、うん、若干ちょっと遠ざかってるからね、あとまあ山本の王様がいるからね、うん、王様打ち崩すの難しいから確かに、まあでも大体基本的にメジャーに行って王様が消えて新しい王様が出てくるから、うん、まあ来年ぐらいメジャー行きそうだからそこだ ね、 そうですね、取ったらこっちのもんだからね、うん、まあ、という感じでね、はい、全部やってきたけども、ピッチャーはね、タイトルだけで言うならば、トータルで言うと、ヤクルト、DeNA、ロッテ、あ、トータルで言っても一緒だった、頑張ろう。まあでも、今年ね、チャンスあるから、だから、うん、まあ、ヤクルトだったら、高橋奎二だね、はい、が一番チャンスあるし、2つ三振は、うん、もう、うん、もうまあ、他もね、防御率も最多勝も、多分高橋奎二がヤクルトの中だったら、長く投げれれば一番チャンスあるし、 DeNA だったらもう今中だね、うん、でもうロッテも佐々木朗希頼みでね行くしかないけども、うん、まあ怪我なくね頑張ってくれればいいですけど、はい、まあここら辺がね塗り替えたら一気にね、うん、もうポジションが回復するから、まあどうなるかだね、うん、まあ、怪我なく頑張ってほしいですね、そう、うん、ということでね、はい、しかもね3人とも全員侍ジャパンだからね、頑張らなきゃいけない選手たちは、そうかそうか、だからぜひねタイトルを取って、はい、早くこの昔のね人の名前を塗り替えてください、はい、これでこのシリーズ全部終わりました、終わりです、はい、でも新しいやつ考えたんで、はい、まだ後日配信します、はい、どうしよう。